はい、どうも皆さんこんにちは。今回の動画はこちらのバレンタインデールックと、チュートハウスとハーシーっていう私の大好きなチョコレートのブランドがコラボしたコスメが出ましたので、まあ、こちらなんですけど、はい、これは普通のチョコです。このブランドがコラボしたもののアイシャドウとリップのレビューとスウォッチ、それを使ったバレンタインのアイメイクの動画になります。2月1日発売でアイシャドウ2つ、ブラシ2種類と、リップ2種類が販売されてました。で、私が買ったのはこちらの白のアイシャドウパレットとこちらの2つの、リップ。リップは2つとも買ってみました。パッケージがすごく可愛くて、もう開けるのもうさっきまで我慢してたんですけど、ちょっとメイクに必要だったので開けました。開けるとこんな感じの、すごい意外とちっちゃいんですよね。だから持ち運びにも結構いいかなって思います。クッキー&クリームのやつで、ブラウンの方が私が行った時にはもう売り切れで、その時横浜に用事があったので横浜の方の、チュードハウスで購入したんですけど、もう1日に行ったんですけど売り切れでしたね。ブラウンの方は、私的にはブラウンの方が使いやすいかな。濃い色もそっちの方が入ってるし、白の方が薄めの色になってるかなって思います。ただ私が好きなチョコレートは本当にクッキー&クリームの方なので、こっちはどっちにしろ絶対欲しいなと思ってました。中身はねこんな感じ、発光してますけど、こんな感じで、まあ、割と薄めのカラーが白の方には詰まってるかなって思います。で、まあ、お気に入りはこの白のザ・クッキー&クリームのカラー、ちゃんとデザインもね、そのチョコレートのと同じデザインになってるんですけど、これつけるとすごい綺麗な繊細なパールで、私はお気に入りですね。あとはもう本当に無難な茶色がいっぱい入ってて、薄めのブラウンメイクするんだったらこっちかなって思います。濃くいきたい人はブラウンの方をおすすめするかな。ただもう一つ、ちょっと匂いが、私トゥーフェイスドのチョコレートバーパレットっていう方を使ってるんですけど、いつもそちらの方はチョコの香りがするんですよ。で、まあ、チョコのブランドというからにはアイシャドウもチョコの香りなのかなと思ったら、まあ、匂いはしませんね。すごいなんか 生々しい匂いがする。香りを期待している方にはちょっと期待外れかもしれないですね。全部ちょっととりあえずスウォッチしていきたいと思います。すごい触り心地的には柔らかいテクスチャーになってるかな。結構グリッターの方が強いかな、色。うん、グリッターが綺麗ですね。4色マットなので結構塗ってみました。ちょっと発光してるんですけど、ここの上の部分はすごい薄い感じのなんですけど、まあ下の3色が濃い感じですね。あとグリッターがすごい綺麗なあのラメで、私はお気に入りになってます。こんな感じです。そっちやり方下手くそかい。で、2000円ぐらい、まあ多分韓国で買ったらもっと安いんですけど、2000円かな、日本で買うと。まあ税込みで2200円ぐらいなので、まあめちゃくちゃ高いわけでもないので、ちょうどいい値段かなと思います。で、こちらのリップですね、開けてるんですけど、これはマットで結構すごいふわふわなテクスチャーなので使いやすいと思います。あと結構濃いめの色2つともなので、濃いメイクする人とか濃いリップ似合う人におすすめかなって思うんですけど、こちらは香りがすごいチョコでめちゃくちゃいい匂いです。はあ、パッケージもめちゃくちゃ可愛いし、まあ、ブラウン、秋とかそっち系のメイクに似合うカラーかなと思います。個人的にはこれ正解ですね。2本買って正解だと。レビューはこんな感じで、次は、メイクに移っていきたいと思います。このカラコンのコケディッシュブラウンっていうカラーを使ってます。で、ちょっと最近というよりもずっとニキビの跡が消えてないんで、右ニキビの跡があるんですけど気にしないでください。これでバレンタインメイクをやっていきたいと思います。あんま濃いカラーがないので、ベースに右下のこのブラウンのカラーを使っていきたいと思います。柔らかい感じか、なるほど、結構黄みがかってますね。肉眼だとそんなことないかなっていう感じです。これを全体にのせてって、はい、できたら次に左下のカラー、こちらのブラウンのカラーですね、ブラシで取って二重幅のとこに入れていきます。グラデーションを作る感じで、やっていきます。あんまり濃くないかな、この色も。見た目よりかは濃く出ないかなっていう
感じがしますね。いつもトゥーフェイスのチョコレートバーパレット使ってるんですけど、そちらの結構濃いめの発色かなと思います。強くないか、がっつり出ないかなっていう色味が。先ほどのカラーを目尻のところにも入れていきます。まつげの部分から3分の2半分のとこぐらいかな、入れていきます。はい、できました。で、あんまり濃いめのカラーがこの白のパレットに入ってないので、このなるべくナチュラルな感じのメイクに仕上げようかなと思います。上のこのラメのカラーを指で取っていきます。がっつり目ですね。をまぶたの上にのせて、キラキラですね。ハーシーのクッキー&クリームのチョコレートのカラーですね。これを、涙袋のところにのせていこうかな。これは綺麗、すごい。おお、なるほどね。こんな感じです。あ、可愛いですね。キラキラしてるこのカラー。この色はすごい繊細なパールで、めちゃくちゃ可愛いです。これでこのパレット使うのはやめる、終わりにするんですけど、バレンタインメイクって言えば、まあピンクとかボルドーとかそういう系なので、ピンクの色がないと思うので、エクセルの07番のピンク色のアイシャドウパレットですね。結構薄めにつくので、これでちょっとピンク入れていきたいと思います。左下のここのカラーで、目の下の際のところにうっすら入れていきたいと思います。あんまピンクじゃないな。肉眼だと結構ピンク目ですね。これをすらピンク色です。すごい可愛い。あのカメラだとはもう分かんないかもしれないですけど、これぐらいでいいかなと思います。はい、アイラインだけ XL の、スキニーリッチライナーのテラコッタっていう色、ボルドー色が強いんですけど、それで引いていきます。ボルドーのアイライナーみたいな。わっ、可愛い。こういう感じですね。で、ちょっとここの部分、下まつげをちょっと赤で描いていきます。それと適度にです。ファンデーションは私のいつも使ってるディオールバックステージフェイス&ボディファンデーション、これもう2個目ですね。こちらを使っていきたいと思います。くしゃみでそう。ビューティーブレンダーか、こっちのあの水含ませで使うタイプのやつを、どちらかですねを使ってます。で、ディオールを手に取っていきます。基本、鼻の小鼻のところ気になるので塗って、あと顎の色消して、あとはここら辺に塗って置いていきます。はい、はい、いい感じですね。これをブレンドっていうか馴染ませていきます。さっきのバレンタインメイクの目、アイメイクがすごい可愛いので、崩さないように気をつけてください。で、なんで私はいつもそのフェイスメイクからやんないのかっていうと、アイメイクから先にするのかっていうと、あの粉、アイメイクのそのアイシャドウの粉が、こぼれたりしてファンデーションの上についちゃうとまた台無しになっちゃうので、だいたいいつも、フェイスメイクからやってます。何回も言ってるんですけど、まあ、海外の YouTuber さんとかはもう基本アイメイクからの方が多いですね。見てた感じはブロンザーなんですけど、いつもお気に入りのフーミーちっちゃ顔シャドウ、こちらのブロンザーがね、一番肌の色に合ってるような気がします。こちらを塗っていきたいと思います。顎と顎骨の部分と、まあ、おでこの部分で小顔に見せます。結構基本いつもこちらのスックのシマーリクエブラッシュっていうのを使ってるんですけど、まあ濃いめにいきたいので、今日はジューシーパングのブラッシャーチーク、液体チークですね。何番なんだこれは。韓国のブランドなんで、ちょっと韓国で書いてあるの分かんないんですけど、結構濃いめのピンクですね。こちらをチークに塗っていきたいと思います。で、私はいつもここら辺に重点的に置いて、スッと伸ばしていくみたいな感じですね。
したら、まあ、手でなじませていきます。結構バレンタインなんですごい女の子らしいというか、あの可愛らしいチーク使ってみようかなと思ったので、こんな感じにしてます。次にハイライトはベッカのシマリングスキンパーフェクターの何番だこれ、ムーンストーンっていうカラーですね。これがすごい本当に綺麗なハイライトで、まあ昔から持ってるんですけど全然使ってなかったので最近愛用しております。これを先ほどチークを一番濃いく入れたところにのせていきます。ここですね、これハイライト置くとここが熱くなるので、すごいなんて言うんだろうな、小顔っていうか、あの顔がキュッてなって見えるかな。あとおでこと顎のところにのせていき、忘れてた、ノーズシャドウ入れるの忘れてましたね。きちっとやっていきますよ。スポスポ、ノーズシャドウはなんだろう、この眉毛の下のあたりから骨の部分をさっとつなげるようになるんですけど、ここだけ間を空けてこの鼻先の部分に色をのせます。はい、でちょっとこのここの部分を塗ります。はい、わかりますかね、結構がっつりガガガッとなんて言うんだろう、濃く見えるかな、鼻が高く見えるかなって思います。この部分に影、三角形、逆三角形に入れていくと、こことここの間がちっちゃく見えます。はい、ハイライトをまた鼻の上にのせていきます。この鼻先の部分と間開けて鼻筋の部分、ちょっと間開けて鼻筋の部分に入れると、まだ濃いのでスポンジでなじませていきます。はい、こんな感じです。じゃあ本題のリップの方を使っていきたいと思います。ハーシーパウダールージュティント BR41 と401と402があるらしいんですけど、パッケージがまた可愛いですね。これはチョコレートの香りなのかな。1番の方をまず塗っていきたいと思います。結構あのチョコレートっていうぐらいだから、あ、ちょっと赤みかかったボルドーみたいな色、肉眼だとチョコレートの匂いする、最高じゃん。はい、じゃあまず1番塗っていきたいと思います。マットですね。うーん、思ったよりも赤っぽい感じですかね。ちょっと手にも入れて塗りますけど、思ったよりもそのカメラだと結構赤みが強い感じなんですけど、少し暗めの赤っていう感じですかね。わかりますか、こういう色。これもこれで淡いんですけど、結構リップががっつりな感じですね。一番の方はわかりますか、本当にレッドっていう感じですね。多分こっちの方が薄いんじゃないかな、2番の方が。ちょっと手に取ってみます。そうですね、2番の方がちょっとオレンジがかったブラウンっぽい赤っていう感じがします。ちょっと2番の方を塗っていきたいと思います。すごい発光するな。あー、はいはい、こんな感じですね。こっちの方が落ち着いているブラウンっぽい。私はなんだろう、あんまりそんなザ・赤リップみたいなあんまりつけないので、本当にどっかすごいパーティーとか行くときぐらいなので、これっちの方がちょうどいいかなって思いますね。みんなはどっちの方が好きですか？私はこっちの方が好きですね。はい、以上になります。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでね、バレンタインメイクと、私の大好きなハーシーとエチュードハウスのレビューは終わります。レビューね、私結構そんなに得意ではないのであんまり作ってないんですけど、まあ、もし化粧品とかスキンケアやってほしいっていうのがあればぜひ下の方にコメントしてみてください。それでは皆様、バレンタイン何するんですか？私はもう手作りはめんどくさいです。でも時間があればやってみようかなと思っております。それではまた皆さん、次の動画で会いましょう。バイ。